こんにちは、ミズノランニングアドバイザーの中島です。皆さん、ランニングライフ楽しんでいますか？このプログラムはフルマラソン4時間30分のランナーに向けたワンポイントアドバイスやトレーニングのアドバイスを行うプログラムです。全4回にわたって皆さんにお伝えしていきます。それでは前回の復習から始めていきたいと思います。皆さん、課題はクリアできましたか？一番きつかった30キロ走クリアできた方は非常に目標に近づいたかと思います。さらに、姿勢なんかも日頃から意識していただくことで大きくステップアップできると思いますので、ぜひ皆さん最後一周頑張っていきましょう。それでは4回目に入っていきたいと思います。フルマラソン4時間30分の方の調整器についてお話ししていきたいと思います。今まで皆さん30キロなんかを走っておそらく疲労がすごく溜まっているかと思います。このままでは十分なパフォーマンスが発揮できないので、今からは疲労回復に努めてください。でも休んでいるだけだとなかなか疲労が抜けないこともあるかと思うので、アミノ酸なんかのサプリメントを併用していただくことで筋肉疲労なんかも取れるので、ぜひ試してみるといいかと思います。でも休んでいるだけだと能力が低下してしまうので、時には速いスピードでやっていただくことをお勧めいたします。加えて普段のジョギングも少しペースを上げていただく方がトレーニング効果落ちにくいのでおすすめです。でも距離は増やさないようにだけ注意しましょう。距離を増やしすぎてしまうと疲労がたまったまんまでレースに臨むとすぐにバテてしまうので気をつけていきましょう。4時間30分を目指す方の補助トレーニングを今から説明したいと思います。今回説明する補助トレーニングはプランクとサイドプランクになります。このトレーニングは体幹トレーニングなんですけれども、加えてストレッチ効果もありますので、ぜひ調整期のこの時期に取り入れてみてください。では実際にやっていきましょう。まずはプランクから説明したいと思います。プランクはご存知の方も多いかと思うんですけれども、まずこのような姿勢をとってください。準備ができたら肘と足だけで支えます。その時に頭の上から足先まで1本の棒が突き刺さっているように、ぶれないようにすることを意識してください。お腹に力を入れていただくことも重要です。ポイントはさらに肘と肩がまっすぐというところもポイントになってきます。30秒2セット週2回を目安にやってみてください。続いてサイドプランクについて説明したいと思います。サイドプランクも同様に肘と足だけで支えるんですけれども、今回は片手で支えていきます。文字通り横のプランクになりますので、ちょっときついですけどもやってみましょう。ではいきます。この時もポイントはまっすぐ棒が突き刺さってるイメージで、体幹のブレがないように意識してあげてください。呼吸が止まっている方は呼吸もしっかりしてあげながらやってあげてください。30秒2セット週2回、こちらも同様にやるのを目安にしてください。今から4時間30分の人が行うストレッチについてご紹介したいと思います。今日はお尻のストレッチについてご紹介していきたいと思います。じゃあ実際にやっていきましょう。まず仰向けに寝ていただきます。仰向けに寝たら片方の足を上げます。片方の足を上げたら反対側の足に回していきます。その時に肩が浮かないように注意してあげてください。パートナーがいる人は肩と膝を押してあげると非常に伸びてきますので、ぜひやってみてください。はい、秒数は30秒1セットを目安にやっていただくと効果的ですので、ぜひやってみましょう。皆さん、お疲れ様でした。全4回のプログラム、30キロ走であったりいろいろきつかったこともあるかと思いますが、よく皆さん頑張ったと思います。最後ここで今週の課題を皆さんにお伝えしたいと思います。最後の課題は1週間で18キロプラス12分間走です。12分間走は男性が 2700m、 女性が 2500m です。この課題をクリアできればフルマラソン4時間30分は目の前です。ぜひ皆さん最後まで頑張りましょう。
頑張ってください。